お腹壊すんだよ。でずっとトイレに行ってよ行ってるの。ずっとトイレ行っとってから、そうお腹の風邪なのかな。もうお腹の調子悪すぎて、ほらこの間までこれ着て座ったらお腹出とったけど、もうほらお腹へっこんだ。お腹痛くて食べんすぎて食べたんですよ。あ違う、ちょっと食欲もなくて、今日のお昼は豚汁とサラダ食べたんだけど、豚汁だけでもうお腹いっぱいなったさ。でお腹壊したさまた。それでまたお腹すいたけサラダ食べて、その後はお腹痛くならんかった。サラダやったら大丈夫やった。そう豚汁だって、豚じゃない豚だよ。えなんかズキズキっていうかね、もう普通にお腹痛い、普通にお腹痛い。賞味期限切れ。でもさ、私結構お腹痛い時ってお腹痛くてトイレ行ったら治るっちゃうね、いつも。全然治らんくて昨日の夜から。しかも昨日の夜は1時半ぐらいまでずっとお腹痛くて、かわいそうでしょ。私今日早起きだったので、7時に起きたんだけど、7時から眠たかった。今日めっちゃ眠たかった。もう寝てなすぎてさ、昨日2時ぐらいまで、私5時間しか寝てないの。いつもやったらもっと寝てるよ、8時間とか。8時間からの5時間はちょっと寝不足。眠いって言いたいところやけど、それがまたあんまり眠くない今は今は全然眠くないけどさ、電車の中で眠たかった。もう電車の中で全然寝れんやん、人多すぎて寝れんけん寝らんかったよなんで人多いとかなんな、もう信じられんもん。もう足とか肩とか当たっちゃう、すいませんってなるけどさ、もうすいませんって言わんやん、みんな。当たっても普通やけんか。もう私も普通にしてる最近え結局今はお腹痛くないです。今はもう食べてないんだもん、何にも。そう私もでも東京に慣れてきたよ。だっていちいちさ手とか当たっただけでさ謝りよったらさ、なんかもうわざと当たってくる、そうキリがないっちゃんね。わざと当たってくる人とかおらんけど、結構みんなさ揺れるけんさ、ボーンってなるよね。仕方ないよね。私もたまにボーンっていっちゃうもん。あけど今日はさすがにめちゃめちゃね、もうなんかめちゃめちゃハンドクリーム落としちゃったんだよね、目の前に、人の目の前にポンって。あお疲れ様です。そうだけんかさすがに謝った。あそれ私のって思って。だってしゃがむってさ、なんかマジで申し訳なくない？すごいさ大人数おるけんさ、大人数やけんさ、なかなかしゃがめんやん。あーすいませんちょっとしゃがましてねーって思って撮った。優しかったおばちゃんがスマホ顔面に落として、えー痛いよ。自分の人の痛かよ顔面。意外とスマホって重いけんね。たまにあるよね。そうそんなこんなで今日はね疲れました。しゃがましてって言ったよ。人のかい痛すぎやろ。もうそれは謝って許してもらいた。どんなこんなだっけ。そんなこんなさ、そんなこんなで私は今日はねよく頑張ったよ、ね、眠たい中えんやこらさーって。眠たいですね。やっぱり5時間だと早く寝てください。でもね今は眠くないっすよね。もっと眠たかったもん、電車で揺られとる時こうやって。なんかハゲてない私、なんかハゲてない。なんでさこんな冬に汗かかんといけんとっていうぐらい私電車で汗かいちゃうんだけど、みんなもですか。早寝早起き、早寝早起きしたいとにさお腹壊したんだもん。早く寝るぞと思ってたのにね。ハゲてもいい？なんかハゲてるよねここ。やだやだ。
今日暑かったよね、ダウン着てってさ、めちゃめちゃ暑くてさ、一回電車降りたんだよね一旦電車降りて、もう暑くてめちゃめちゃ汗かいてたの。でもマジでなんか嫌すぎて、暑すぎて、誰？たまちゃん？え、たまちゃん？今日はたまちゃんなの？名前。たまちゃんがたまちゃんで、たまちゃんがたまちゃんだ。ありがとうございます。スポーツカーありがとうございます。キャー！ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいな。名前いつも変えとるけんさ、たまちゃんがたまちゃんでいることってマジで珍しいよ。ありがとうございます。ハゲてるスポーツか、何それ。ハブにしてない、今日リップそんなつけたっけ。直前につけたら、アベック優勝した記念にって、ありがとうございます。私に記念が、ありがとうございます。みっちゃん来たにゃーって、こんばんにゃー。今日お嬢様風やろ。確かにこのブラウス可愛いですよね。こないだお母さんが来てくれた時、来た時にアイロンかけてくれたんだ。歯出てますよ、私歯は出てます。唇乾燥してる。見える？そんな高画質？嘘。ゆうゆうさんこんばんは。ね、なんかさ、この耳の後ろってさ、結構さ、コットとかな、耳の後ろって、なんか耳じゃないんだけど、この頭蓋骨の後ろがめっちゃさ痛い。今日昨日より可愛いって、マジ？こんな顔で？マジか。そういう方もいらっしゃいますね私今日めっちゃ嫌なんだけど、首が凝ってるのか。あ、おめでとう卒業。しかも3年間無遅刻未国欠席、無欠席と無相対で皆勤賞を取ったよ。素晴らしい。それね、マジで素晴らしいですよ。皆勤賞ってなかなか取れんけんね。だってさ、なかなかすごい。 無欠席無相対無遅刻、素晴らしい。それ自慢できるわい、本当にいいですね。それは自慢できるよ。じゃあみんなの前でさ、なんか返事しました？表彰されました？無欠席無遅刻無相対。すごい。おみずきは、あ、普通に休んでます普通に休んでますね。皆勤賞は、唯一自慢できる皆勤賞はラジオ体操に6年間行ったこと、それだけ。何前髪もう少し短くって流してるわ。あ、でも私も短くないですか？結構確かに遅刻とか、遅刻、あ、でも学校は遅刻したことないですよ学校とかお仕事系で遅刻したことは一回もない。あ、けど迷子になったことはあります。迷子になって、あ、遅刻したこと、あれ遅刻って言うとかな、マネージャーさんに来てもらったことはあります。あ、っていうか、そう、当時のマネージャーさんじゃない、別のマネージャー、担当のマネージャーさんじゃない方が来てくれたでもその後エイトのマネージャーさんになったけどね。そう、全然違うとこに行ってたの私。で、迎え来てもらったことはありますね。もう遅刻っていうか、もうそれより最低遅刻とかじゃない、本当に迷子。でも、あの、フットゴルフには間に合ったの。フットゴルフには間に合ったんですよ。そうそうそう、の収録には間に合ったけんか、セーフでした。そう、迷子っていうか、そう、遅刻っていうか迷子です。よく迷子にはなる。
ットゴルフ対決したいって、私結構強い場合、結構強い場合、休日出勤さ本当に謝ってたかもマジで。いやでもそんなことない、早く着いたもん。それでもちょっとだけ早く着いた、で10分ぐらい待っとった、10分ぐらい待っとったさ。そう、それでなんか全然知らん人とおしゃべりしよった。そう、女優さんですかって言って、なんか女優さんって言ってたな、名前忘れちゃった、女優さんだよーんって言って、何されてますか、あアイドルやってますって言ってから仲良く話したんだ。そう、現地集合、いや現地集合じゃない、品川駅集合。私品川駅とめちゃめちゃ仲悪くて、うん、全然品川駅に行きたい。そういえばその時も品川駅集合やった気がする。品川駅、うん、品川駅もマジで難しいよね。ああったね、リモート2人で話しましたね、2人で、あ確かに2人で話したね、そういう企画もありましたね、確かに懐かしい、懐かしいわ。あパルパさん、あパルパさんこんばんは。品川駅もお水着嫌いって言ってたよ、マジかマジか、確かにそう言われるとそうかもしれんな、品川駅に避けられとる気がしてたちょっと前から。未来の朝ドラ女優懐かしい匂いがした、懐かしい匂いがした、どんな歌それ、何の歌かな、でもなんか聞いたことあるなその歌詞。東京駅よりまし、あそうね、東京駅はさあもうダメダメ、東京駅はねダメダメ、もう私めちゃめちゃ迷子になった記憶がありますね。なんかね広いっちゃうもんね、めちゃめちゃ品川には好かれた方がいいって大黒さん、なんけな、聞いたことあるけどな、何駅とお友達なのでしょうか、渋谷六本木渋谷と六本木しか行かない私は。でもそれだけ聞いとったら私って都会の女って感じじゃない、でも用事がそことそこにしかないからさ、やべえ女みたい、やだギャルになれた私。あ堀川くんありがとうございます。都会かぶれだ、だってもう用事がそことそこしかないんだもん、うん、基本外に出ないんだけど普段、今日みたいな日はどっちかにいる、そんなこともないかごめんそんなこともなかった、そんなこともないけど結構渋谷は行きますね、渋谷しか知らない私は、東京の地名。クラブでパーティーピーポー、そうプレゼント、あプレゼントいただきました今日、めちゃめちゃ可愛いのがあってさびっくりしたんだけど、でもまだ全然開封してなくて、え塩塩っと今日の夜しよう、あるんだけどさあっちにあるんだよね、玄関にあるけんさ歯が痛い、お手紙読むの楽しみ、お手紙楽しみ、秋葉原は行かないよ、秋葉原は行かないよ、秋葉原は行ったことないですほとんど、行ったことない一回も、え手紙欲しいマジで、手紙マジで嬉しいんですよ、読み寄っときマジでワクワクするもん、めっちゃワクワクする。あ上野はね AKB の時によく行ってたよ、なんか近くなのかな、近くじゃないかもしれない、もしかしたら地名ちょっとわからんじゃけど、東京のどこがどこにあるとかわからんけん、でも上野近かった気がするな、こっちあ、おかち町、
違う？御徒町って知ってますか？近いよね。劇場で行ったよ。まああれはね、あれはだってバスで行ってるから。上野から近い、上野と秋葉原って近い？え、読めるさ。だって私行ったことあるもん。おかちか、おかち町。そこにレッスンシューズを忘れたんですよ。それで裸足でレッスンしたのかな、誰かのシューズを借りたのかな。それでレッスンが終わった後、みんなが楽しい昼ご飯を食べてる時に、私は一人で御徒町に行ってシューズを取り行ったの。めんどくさかったな。あ、上野にカバいるの、見に行きたい。そう、裸足でしたのかな。いや、誰、ソラノンに借りたかな。そうそうなのよ。裸足のサマー、裸足でサマーだった。上野動物園ね。上野動物園にパンダ見に行かんといけん。めんどくさいよ。だってわざわざさ電車に乗って行ったんだもん、事務所から。裸足でカバーパンダ好きですけど、実物は見たことないですね。本物は一回も見たことないな、きっと。パンダは多分人生で一回も見たことない。コアラとパンダはね、人生で一回も見たことないんだよね。あー見たい。カバ見に行けるといいわね。行きたい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 。春の時か、目黒川。ああ、でも有名ですよね、目黒川のなんとかかんとかって。目黒川のって有名ですよね。なんで後ろ姿なの前から見てよ、せっかく見れるとやったら。のパンダってマジで可愛いよね。双子のパンダとかさ、本当に可愛すぎ。赤ちゃんパンダとかマジで可愛い。あ、トラもヒョウも好き、ライオンも好き。あー好き好き好き。トラとライオンとヒョウやったらライオンかな。ライオンが好き、うん。ってことはパンダはお水着見たことないのか。そうそうそう、パンダ私のこと見たことないんですよ。 CG って思っとる場合、きっとパンダも、いや、お水着って CG なんじゃないって思っとるところやろうな、きっと。水木はパンダ、シェイシェイ、シェイシェイにする。え、でも人間で言ったらありがとうみたいな感じ。人にありがとうって、子供にありがとうってつけもんね。チュンチュン、可愛くて興奮するやろうなね。え、確かにパンダもね、パンダも踊るさ可愛くて踊っちゃう。チュンチュン鳥みたいやね。じゃあ何にしよっかな。シェイシェイしか思いつかん。でもシェイシェイっておりそうじゃない、パンダに。リュウリュウでよくない。やだ、リュウリュウやだ、可愛くないもん。お花見したねって、いいいいないいな。お花見の時期や。もうあと2ヶ月ぐらいしたら、そうやね、お花見の時期か。なんでしゃくれた。しゃくれてました。もう私今日ね、わからんもうしゃくれとかしゃくれてないかもわからん。どんなことしゃべりよるかももうわからんぐらい眠眠眠眠眠眠眠。名前繰り返すのは〇〇ちゃんって意味らしい。え、そうなんですか。じゃあおみおみって言ったらおみちゃんみたいな感じ。眠たかとよ、本当に。九州も暖かくなってきたよ。マジか、帰りたい帰りたい、九州に帰りたい、九州に帰りたい。おみずきの桜ソングはなんでやんすか。どこかで桜の花びらが、これですね。花にと風に舞うように、これですね。十年桜です。十年桜私大好きなんだ、マジで。十年後にまた会おう、この場所で待ってるよ。はいはい、そうなんです。
出だし外れてたでやんすね。あの出だしだけやった、今の。だいたいどこでも外してるんだけど。あ、ナーさんはじめまして、尾上みずきです、21歳です。双子座の双子、好きな音楽は10年桜。ねえ、これやばいね。10年桜が好きですよ。サビわかる、え、めっちゃわかる、え、めっちゃわかる。 A メロめっちゃいいよね。わかる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 。大共感大共感。12歳ですか、21です。こうですかね、反転してんのかな、 LINE ライブって。え、ショールームって反転してんだっけ、してないのか。10年後までさよならでやんす、さよならでやんす、さよなら。寂しいけん言わんで、さよならせんやろ。10年以上前の曲の、あ、確かに確かに、そうか、そうなのか。運転してるのはインスタ、あ、インスタか、へえ、インスタか。あ、ジョニーさんこんばんは。これどういう意味かわかる？ I love you っていう意味だよ。私手話できるけん、さよならは、てかこれ昨日歌わんやったっけ。悲しい言葉じゃない、なんか下手だね。気にしない気にしない。10年桜の頃はまだ生まれてなかった。何歳だよ。手話で名前呼んで、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちがわからん。ちってどうだっけ。うわ、ちがわからんわ。むっついリクエスト。いや、むっず。しかも点々点々が多く、点々とちっちゃいつがあるけ、めっちゃ難しいね。まあ、ちっちゃいつはこうこうか。こう引っ張ればいいんだよ。これ2だから。あ、カンニングしていい？何や、頭を使ってちょっとお水飲まして、喉乾いた。でもさ、なんかさ、お水の飲みすぎでさ、私お腹壊したんじゃないかな。そんなことない？あ、やばい、もうダメでやんす。お願い、俺簡単じゃね、簡単やね、簡単やね、けどT が分からん。カンニングしていいと、冷たくないよこれ。常温常温。ちょっと待って、カンニングペーパーは、あー、ダウンも片付けてないわ私。はあ、おみじゅうおいしい。最近ね、ファンの方にいただいたチョコレートを、バレンタインの時にいただいたチョコレートをポリポリ夜中食べてます。まあちょっと最近は食べれてないんだけど、お腹壊して。そういえば昨日さ、そういえば昨日さ、そういえば昨日さ、私の配信で携帯のパスワードを見えたってたでしょう。知ってるんだから。気づかんくて、全然言われるまで気づかんかった。昨日全然気づかなくて、 DM で見えてたよパスワードって言われるまで気づかなくて、見えてたでしょ。もう瑞希が適当なパスワードにしてることがバレちゃうよ。でもね、もう、あ、やばいやばいやばい、 TVer 開いちゃった。 みんな言ってたよ。え、全然コメント見てなかったその時。でもさ、パスワードってさ、あれつけてる意味ないよね。もう外そっかな、パスワード。だって家族みんな知ってるし、お友達、仲良いお友達とかみんな知ってると思う。うん、みんな知ってる私のパスワード。そうなの。顔認証？顔認証だけにしようかな。落としたらどうするんだよ。確かに
確かに。でも私別にあんま携帯手放さんけん大丈夫。私が最後に Google で調べたやつちぼくろだって。懐かしいね。私最近っていうかさ、ちぼくろができたんだよ1ヶ月ぐらい前に。ん？顔認証するにはパスワードいるのでは？いるいるいる。ハベニは承認するでやんすか？してますね、ハベニの時も。何これ、老人性血管腫特徴。そんなちぼくろ調べよったんか私は。しかもさ、待ち受け画面のミッフィーちゃんも見えてたでしょ。恥ずかしいんだけど、なんかミッフィーちゃんにしてたのでも待ち受けじゃなくて、待ち受けとホームあるじゃん。ホームはファンの方からいただいた、あのインスタにも載せてるんだけど、月のメッセージカードみたいなやつ、めっちゃ可愛くてさ、お気に入りで待ち受けにしてる。くれた方ありがとうございます大切にしてますよ。待ち受けはもう、あ、尾上瑞希の待ち受けはもう一個の携帯、もう一個、なんかもう一個のやつですね。もう一個のあの黒、白のカバーのやつ見たかった。でも本当にね、あのなんだっけ、こうパスワード、こうパスワードってさ、なんかこうやったらめんどくさいけん、もうこう適当にした、適当に言った、適当に決めたの。だって昔は0000とかやったし、1111とか、そうちょっとひねったんだけど、今のパスワードはまた変えとこう。何にしようかな、次は2222とかにしようかな。そうです、私のパスワードは。あ、リオさんはじめまして、尾上瑞希です、よろしくお願いします。2254、なんで2255な4なの ?2254?2254 って何？何2254って。あ、そういうパスワードのこと？わかんない。だけどさ、みんなからさ、ね、聞いて聞いて、みんなからさ、よく言われるの。なんか、私が運転してる時とか、ね、みーちゃんパスワード何？って聞かれた時に、自分のパスワード言えんとよ。え、パスワードなんかな？自分のパスワード知らなくて。のこう直感で覚えてるから、直感、こう手の感覚で覚えてるから、流れ、手の流れで覚えてるから、番号が何番なのか知らないんですよ、未だに知らない。じゃあ今から答え言うよ。答えはね、2587ですね2587ですね。2587だ。パスワードの意味、確かにそう、指で覚えるんですよ。可愛すぎだって。ありがとうございます、ありがとうございます。な、わかる？だってもうバレてるから仕方ないじゃん。もう変えるけんいいもん、パスワード2587なんだって。どうする、これにめっちゃ深い意味とかあったら、2587にどうやって見えるんだ。え、パスワードどうやって開くのこれ。あ、できた、2587ですね。なかなか2587。え、なんか数字だけ聞いたら気持ち悪いな。2587、これからパスワードにしやすって、マジか、やめた方がいいですよ。3年生送る会あって、在校生のプレゼントで泣いちゃった。あー素敵ー。彼氏と秘密の番号ですね。そうそう、8573やったっけ、何やったっけそう、何やったっけ、マジで思い出せ、何やったっけ。あ、2587、25月87日が記念日なんですよごめん適当なこと言った。なんで2587か、分かった、覚えたわ。ただもうちょっとひねくれたやつにする、ひねくれたじゃない、ひねったやつにする。何にしようかな、あ、え、何にしようか、もう適当でいいや。パスワードとかつけなくていいや、やっぱり入れなくなるぞ。
そう、私そうなんですよ。だからあの意味もなく彼氏いないよね、あのさ、意味もなく意味もないパスワードにするけんか、スマホが4台あるんですよ。そう、 iPhone が4台ある。 iPhone が3台、 iPad が1台、 Android が1台あるんだけど、 Android のパスワードは覚え出せなくて1年間使えなかった。で、適当にしたら当たったことはあるけど。あ、いいね、おうちの誕生日、おうちの誕生日にしよう。多いかな、めっちゃあるやん。そう、0620、なんでなんで0620なの。当たるのすごいな。あ、ほっしーさん、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。尾上瑞希です。基本推しの誕生日にしがち。あ、じゃあ誰か私の誕生日にして。0522です、私の誕生日。0522222022です。なんか電話番号みたい。そんなことはどうでもよくて、そう、手話を思い出そうとしてたんだ。ショーラッタ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 。手話できる人いますか、この中に。ちなみに私は5級しか持ってません。4級も持ってたかな。なんで忘れるんだよ、私の誕生日を。盾で完結するから危ない。なんそれなんそれ、どういうこと。水木先生教えてください。いいですよ、じゃあ出席取ります。お水木先生だもん、いいでしょ、出席ぐらい取ったって。なにこれ。あ、オッケー、グーグル。オッケー、グーグル。じゃあ、はい、誰。じゃあさっきフミティさん言ってたから、フミティさんね、これフミティティは知らない、ティは知らないんです。わかった、フミティティです。ジョニーさん、うん、ジョニーさんか。ちょっと手荒れときあんま見らんといて、ちょっと恥ずかしいっちゃけど、ジョー、あー無理無理、ジョー、あーむずいな、ジョニーさんめっちゃむずいわ。あーこれか、あむず、ちょっと手荒れとるきあんま見せれんちゃけど、ジョーにー、あ、横じゃないか、2位。はあ、難しい難しい。ひらがなの2位なので、ジョーはし、これがしなので、横に流してジョ、あ、じで、ヨがヨで、これ後ろにしてちっちゃくしてジョニーイ。正解なんですか。大きいグーグルで、うちのグーグルホームが反応した。マジで？オッケー、グーグル。え、反応した？うん、面白い。手の血管好きね。そんなさ、なんかさ、乙女みたいなこと言わんで。それを乙女が言うことや。愛してます？オッケーシリー、違う。オッケーグーグル、ヘイシリー。オッケー。オッケーオッケーオールオッケーグーグル。ちょっとハンドクリーム塗らせて、この蓋がないハンドクリーム。ちょっと近くにあったから出るかな。見ちゃ出るやん、ナイス。ガン虫シリ、虫せんでシリ、虫せんでシリ、すいません、よくわかりません。そんなことない、グーグル読んだらシリ読んだらすねたよ。グーグル読んですぐシリ読んだからすねて、すねっと？シリすねっと？シリすねっと？なんかさ、私ってさ、日本語喋ってないみたいじゃない今の。シリすねっと？
きもね眠たいとこ行ってたのに眠気覚めたわ。シリスネット、なんかさ、なんか長崎弁ってさ、長崎弁ってなんか海外の言葉みたい。シリスネット、シリスネット、シリスネットみたいな感じで、私の名前覚えてください。え、そんなこと言うの？シリスネット、シリスネット。あー、ゴゴティさん、世界で一番可愛いお水木、ごめんなさい、なんでなんで謝るよ。世界で一番褒め上手なゴゴティさんが来たよ。みんな、ヘイシリー、オッケー、グーグルは検索。そんなことしたらもうシリスネットだよ、本当に。シリスネスネるよ。ゴゴティさん、こんばんは。もう忙しくなくなった？まだ忙しい？じゃあ誰？リオさんはね、カンニングさせてくれ。あ、簡単、マジで。リオ。リ。ひらがなのリみ、カタカナのリみたいな感じ。まあ、ひらがなもこうか。リオ。ですね。忙しすぎと困ったって。うわー、やだ、私今日一日忙しかったんだけど、今日一日でも大変だったのに、毎日忙しいと思ったらもう。頑張ってください、応援してますよ。でもいつか暇になるやろ、ずっと忙しいことはない、さすがに。いっちゃん意味わからん、いっちゃん意味わからんって。頑張ってくださいよ。おいちゃんの音声登録した覚えないのに。え、確かにね、登録せんと声ってならんじゃないと。でも今日来てくれたってことは、ついにお水木に会いたくて仕方がなかったんだな。適当なこと言ってごめんね。ちょっと暑いけんさ、クーラー消してくる。っていうかさ、聞いて、私さ、こないださ冷房つけとったとめっちゃ寒くてさ、明日も頑張れます、頑張って。あ、正解でよかった、正解だって、嬉しい。ゴキはカンニングありって、そうだよ、ゴキはカンニングありだよ。メメター、何ですかメメターって。クーラーだよ、クーラーだよ。クーラーって何ですか、なんで冷房、知らないよ。風邪ひくなよ、もうお腹が、風邪ひいちゃってずっとお腹痛いと、本当にずっとお腹痛いんだから。私今日一日こんな顔してた、ずっと本当お腹痛くて、本当本当本当だよ、本当にずっとお腹、そう、除湿にしといて。除湿じゃない、除湿じゃない、暖房がいいんだけど、菌がいるんじゃね。え、そう、菌がいるんですよ、水菌、オミ菌。それでも可愛い。あ、嘘、マジでありがとう。トイレ行ってきて、もうトイレしたくない。でもトイレめっちゃこもってたんだから、お腹痛くて。冷房だっただっただったんだよ、知らんうちに。アーリンさん、こんばんは。でもちょっと暑いけん冷房消してこようかな、エアコン。ヤミズキン、オミズキンか。え、最近私ヤミズキなってないな。あったかいミルクと、ミルクティーとかいいかも。誰か私にあったかいミルクティー作って。私昨日お腹痛いままね、頑張って洗濯物干したんだよ。めっちゃお腹痛かったんだけどね、もう朝洗濯回して干すのめんどくさいなと思って夜に干したの。もうお腹痛い中頑張ったけん褒めて。あ、あったかいゴゴティーはいかがって。ゴゴティー屋さんがいる、ゴゴティー屋さんのゴゴティーさん、入浴で作って持っていくけん冷えてるけどいい。それいいよ。いいよ、作ってくれるとやったら何でもいただきます。え、かっこよ、変わってあげたかったって、変わってほしかった。だって全然寝れなかったんだもん。一人暮らしってこういう時大変だなと思いよった。お腹痛くても洗濯物は干さんといけん、食べたまま食器は洗わんといけんって感じやった、めんどくさいなって思って。夜に干してすいませんって。ゆうかさん、なんで、なんで怒ると、なんで謝った、夜はやめとき。あ、ほんとだ、なんでなんで、夜に干したらあんま良くない。勝
ちゃん熱でもあるんかって、かっちゃんスポーツカー来たって、かっちゃんありがとうございます、ありがとうございます。やば、たまちゃんかっちゃんが、たまちゃんかっちゃんがスポーツカーを、ありがとうございます。昨日頑張ったご褒美なのそれは。突然だったね、何の前触れもなく、ありがとうございます、ありがとうございます。てかさ、かっちゃん全然コメントしてくれない、お笑いコンビみたいに言うな。たまちゃんかっちゃんです、どうもどうもどうも、たまちゃんかっちゃんです。あ、コメント来た、ちょっと PCR 検査してくるって。え、行ってきた方がいいかな、どうやろう。いや大丈夫と思うよ、正常正常、陰性陰性、いるよ、ジョジョコメントしてるわ。何ですかジョジョコメントって、うん、コンビ名みたいに言わめて待っていい。今日はだって珍しくたまちゃんがたまちゃんでいるんだから。長らくね名前を変えて分かんなかったよ私は。おみずきはやっぱり気づいてない。何に何に気づいてない、みーちゃんもした方がいい。え、何の話やったっけ、え、何の話やったっけ、名前変えたことない、変えてたやん、めっちゃ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 変えてたやん。あー、お水飲ましてって言おうとしたらお水がない、誰お水をください、自分の名前の変え方とか知らない。みんな名前変えすぎたら通報されるっちゃけんね、気をつけてね。てかおのっちさんいるの、おのっちさんいるかな、最近もうコメントしてくれなくなっちゃった。ポミさんとかどこ行っちゃったんだろう。そういえばさ、最近コメントが来てないよっていう方さ、寂しくなっちゃうよ。そうだよ、ベテランだよ、名前変えのベテランやけ、忙しいんやろか、もうおみ変したんかな。推し変みたいな、推し変したのかな、餃子みたいな服だね。確かに餃子のポーチさんもいないな、餃子でしょ、おみおみ変、おお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 み変、そうおみ変、おみへん、おみへんです。俺よ多分今月いっぱい、何ですか VTuber に、え VTuber やだやだ、おみちゃんのことを見捨てて VTuber に行ったんだ、ダメ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 、戻ってきてって言って、誰か気づかれないように対談、そうみんなね気づかれないように対談していく方多いよね。卒業の季節で何言ってるんですか、峰松さん、何言ってるんですか、卒業の季節じゃないよ、入学の季節でもあるでしょ。全然うまくないわ今のは、微妙な表情をスクショした、ねえやめてよ、一番可愛いところをスクショしてよ、水木が一生一番好きだわなあ。ありがとう、心を込めて指ハート。ありがとうございます。ん、なんばいいよと、もともと水木節に入れてもらえないから、なんでですか、水木節は誰でも入れるんですよ、そう誰でも入れるのにみんな入りたがらないのかな。挨拶は寂しいわ、出ていく人もいれば入る人もいるってこと、確かに101人も見てくれてるんだよ、101人の方ぜひ尾上瑞希の応援よろしくお願いします。尾上瑞希を押してください、押す押す押す、何の余命だよ、今までありがとうって言って去りますね、ダメそれダメ、いっちゃん好き、年会そんなせんやろ絶対、あんな高額会費払うって言ったことない、言ったことない、
言って、なんかさ今日さケープで固めすぎたかな髪が。今までありがとう。イルカ2人いるか、イルカが2人いるか、2人いるよイルカさん。なんかまるで俺は食べちゃダメ、なんか白黒のイルカさん面白いな。っていうかさ家やめろって。ねえそのさイルカさんのさトップガって誰なの。そうですね、会話ハートいっぱい送ってくれたらもうそれでいいですよ。白黒イルカ、白黒イルカ、イルカだよ、チャージマン剣だよ。誰だよチャージマン剣って誰だよ。ジャージャー麺しか知らんわ。課金しなくてもいい、もちろんですよ。そんなん私言ったことないよ、もちろんだよ。ひらがなけやきみ、確かに白黒け、白黒イルカ皆さんこんにちは、白黒イルカです。そんなことない。チャーケンは堀川くんよりサイコパス。あージュラル星人を倒す人だよ。え誰それ、UFO6 個違う言ってないよ。戦前イルカさんこんばん生前じゃなくてん、水着失った人が戻るか。あー水着グラビアね、水着グラビアか、誰かオファー待ってますオファーよろしくお願いします。オファーがないけんさ、別にもうね、オファーがないけんどうにもこうにもだよ。明日ストパかけるわ。変な人も増えるよ、確かに変な人増えそうだな。反対派もいるよ、ゆかりに教えてもらうか。ゆかりの見てくれた、フラッシュ、フラッシュん、変な人ですいやせんって。バーターって何ですか。広い心と豚ちゃんの愛らしさを備えた素晴らしいお兄様で、マジか、ますます会ってみたいな。え、みんな見てないと、え、みんな見てないと、嘘じゃん、本当に、おみつか興味ない、絶対嘘や、みんな見たくせに。あ、じゃあ見たくせに、じゃあみんな私が今からモノマネしたら似てる似てるって誰も言わない、言わないんだ、言わないんだ。ゆかりは昨日こういうことしてたよ昨日でもなんでもない、4ヶ月前、4ヶ月ぐらい前にこうやって、やってた似てる似てる、見てるやないかい、ジョニーさん見てるやん、めっちゃ似て、たまちゃんも見てるやん、似てた。おみちゃんは無理すんな、なんか恥ずかしいわ、笑わんといて、何やってるとこ、どう見てもセクシーを、セクシーなところじゃ今の、こうやって脇を上げてだよ、ちょっと表情がそれっぽい当たり前じゃん、当たり前じゃん、抵抗ないの、抵抗しかないよ。でもお洋服着てるから余裕、これが水着とかやったらなんかそんな人前に出れないけどさ、あーセクシーセクシーみんなにバカにされる、ゆかりんがしたらみんなさメガハートになるのに、私がしたらみんなやれやれって、セクシーセクシーセクシーでしょ、ナイスボディだよ、ならんわゼクシー買ってこよう。ゼクシーってなんだっけ、それセクシーじゃない、子供用水着、子供用水着か、私さ水着着たことないかもしれない、水着着たことないかもしれないな、ちゃんとした水着
なんか手がすごい乾燥しちゃう。今日は乾燥の時期か。結婚するとって私はご飯くんと結婚する。妄想しよう。ご飯くんと結婚しよう。すくみずもない。すくみず？すくみずは、すくみずはね、あるけど私は全く泳げなくて、本当にプールで泳げないんですよ。だけんか絶対誰にも言わんでよ。ずーっとサボってた。プールめっちゃサボってました私。はい、すいませんプールずっとサボってましたね。はい、サボってました。プールは4メートル、そんな泳げる？2メートルとかやった気がする。いるよね、いるいる。これこれ、おまわりさんこの人です。はい、好きな子がいるときだけ参加したん？溺れるタイプの新しいグラビア開発。あ、いいですね。そしたら得意だよ。泳ぎ得意そうやろ？よく言われるんですよ。だからそれが嫌だったの当時は。本当に泳げそう泳げそう。はい、おみずきさんは一番泳げそうなので、お一番泳げるチームですって言われてやられたことがあるんですよ。待って待って先生、陸は走れるけど海の中は走れないよって。あ、海じゃないや、水の中は走れないよって言ったんです。言ってないけど、見え張って一番泳げる人のとこに行ったんだけど全く泳げなくて、あのプールを走ってた。先生が見てない時にハッ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 って走って泳いでるふりして、先生がまたどっか行ったらハッ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 って走って、はい 25m 泳げたっていうことをやってたんだけど、疲れてきたんですよ。それをそれしてたら、そう、イルカに走れって言ってるもん。そんな、そうだよそうだよ、犬かきしか勝たんよ。でも犬かきしよったらさ、前たすなんか溺れたとも勘違いされて、お母さんがさ助けに来たことがあったさ。でそれ以来犬かきはせんくしなった。私の犬かきは本当に溺れてるように見れる、見られるけん、痩せてるけん沈む。なんかね、足に力が入っちゃうんですよねきっと。で足に力が入ると沈んじゃうんですよ。そうそうなの、足に力が入るけん、なんか体をねピューンってできんと。わー、イルカさんありがとうございます。ありがティアラ、ティアラありがとうございます。え、間違えたとか言ってるんだけど、間違えてない間違えてない、ありがとうございます。返して、それ俺の、ごめんもらっちゃったありがとうございます。ティアラかっこいい、イルカさん素敵ねってめっちゃ言われ褒められてるじゃん、珍しく。私も車間違えてないよ。ノークレームノーリターン、そうそうそういうこと。近いしさんありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとうございます。請求しますって、でへへへでへへへとか言っちゃダメだよ。うふふふって言って、うふふふ。きょーちょめん、ちょめんさんがキャン、ちょめちょめがキャン、ちょめキャン、ちょめってさゆしのりさんだよね。ありがとうございます。これが王冠だ、これがティアラ、ありがとうございます。よしのりさんありがとうございます。これは吉典さんやと思う私。あいつ吉典じゃね、絶対吉典だろう、絶対吉典だろう。ありがとうございます。王冠浩平さんこんばんは。確かにめっちゃするわ、吉典しよしかせんわイルカさんめっちゃ喋るやんよし吉典さん、吉典さんのことになったらめっちゃ喋るやん、好きやん、めっちゃめっちゃ好きやろ、めっちゃ好きなのがもう伝わってくるわ大好きなんだって。よしのりさん好きって言われてるよ、私にはわかるもん。敵だもんとかよく言ってるんだよけどね、私にはわかる。もうよしのり愛が
伝わってくるイルカさんからいいですね仲良くて。3月6日で絶好だもんとか言ってるんだけどなんかさ言ってたもんイルカさん、もう吉野里とは絶好だとか言ってたの面白いよね。この間ね面白い DM が来ててイルカさんから、なんか金町にテレビの取材が来てたみたいで、なんかその写真とともになんか自分がアイドルだから大変だとか言ってましたなんかカメラに追いかけ回されてるみたいなこと言ってて、そう金町にイルカ探しに来てたちょっと面白かったよね。そうイルカアイドル、なんかアイドルやけんさ自分がカメラが来とるとか言ったしかもちゃんとしたロケやってたあれロケだよね、なんかロケやってたんだよね。そう自分が探され回っとるって勘違いしててめっちゃ面白かった。マスク帽子とマスクでしてたからギリギリです幸せそう、なんか幸せそうや、私よりなんか幸せそうな雰囲気がしてる。プライベートないですよ、ないに決まってるやん。だってねみんなのアイドルだもん、みんなの心にイルカはイルカって本当に。えやば、1分半しかないやん、早っ。まあもう1時間するけどね。幸せそうって笑ってるやん、絶対バカにしてるしてないよ、私もよく言われるもん、よく言われるんだもん。水木もわかるよ、わかるよ、ちょっとバカにしとるやろっていう気持ちになるのもわかるよじゃあランキング読みます。第1位、たまちゃん、どうもありがとうございました、ありがとうございます。第2位、かっちゃん、ありがとうございます。第3位、ちょめちょめ、ありがとうございます、ありがとうございます。第4位、イルカさん、ありがとうございます。第5位、ジョニーさん、ありがとうございます。第6位、ゴゴティーさん、ありがとうございます。第7位、マキバコさん、カジノフォンテンさん、ありがとうございます。もう最近みんな名前変えるけ本当わからんくない。第8位、サッタンさん、ありがとうございます。第9位、ブリントさん、ありがとうございます。第10位、ミネマチさん、ありがとうございます。かわいいビビくん。第11位、クボくん、ありがとうございます。やばいな。第12位、キドッチさん、ありがとうございます。第13位、仕事中のショウくん、ありがとうございます。もう お水を飲んだらすぐ再開するので、もう1時間ぜひ付き合ってくれたら嬉しいです。ほんとであと2秒来たよ、みんな、おもちさんが来たよ。あ、今来ました、ちょうど話してたの。最近おのちさんのコメントなくて寂しいねって話してたんだよ。ちょうどよかった。止まった。こんばんは、はい、こんばんは。はい、1時間始まりました。もう1時間お付き合いください。あ、もう1時間30分でもいいけど、みんな寝るよね、12時までね。はい、こんばんはから始めよう。にっこり笑って立つ、え眠くないよ、喋ってたら眠くない。来たにゃ、ありがとうにゃ、ありがとうにゃ。あんまりコメントしなくてごめんペコリ。いいよ、いいですよ。でも多分ちゃんと来てるよって言ってよ、来てるよって。来とらんかと思った、たまにコメントしてよ。来てたの？本当はいつもコメントしてないだけで、コメントしてなくて。コメントしてるやん、してくれてるやん、よかった。ほーいって、みっちゃん大好きだし押す、ありがとう。本当に本当にですか、ありがとうございます、嬉しい、押してくれるって。キリンの鳴き声めちゃめちゃ無茶振りするやん、ガニメでさ珍しいな
珍しくない？ガニウイデさんが突然そんな無茶ぶりするなんて。じゃあ行きまーす。キリンの鳴き真似って何？キリンの鳴き声って知らないんだけど私。知らないんだけど。どうしたの？どうしちゃったの？もうしか知らないんだけど。え、そうなの？キリンってもうっていうの？もう！こんな可愛くないよねキリンって。え、本当に？いい声でキリンです。どういうこと？キリンも牛みたいなんだ。そうなの？牛の仲間なんだキリンって。ふーん、嘘ばっかし。嘘だよ絶対。もうとか言わんよ。もうってキリンが言うと、あ、まず言いそうだな確かに。てか動物みんなもうって言えそう。犬でももうって頑張れば言えそうだよ。だって犬ってさ、ワンって言わんくない？キャンって言うじゃん。キャン、かわいい今の犬。キリンはビールじゃない。それキリンでしょ。それキリンです。一緒か。尾上瑞希のモノマネお願いします。いいですよ。あー、サッタンさん、やだ、尾上瑞希のモノマネにリングくれた。ありがとうございます、ありがとうございます。え、どこの指つけるっけ？ここ？ここ？本物みたいってよく言われるんですよ。尾上瑞希に似てるねって。そう、よく言われる。惜しいな。惜しい？惜しい？惜しい。おしんみんな知ってる？私おしんがすごく好きで、おしんすごい好きで、小学校の時の自己紹介で好きなテレビ番組テレビ番組テレビはおしんですって言ったら、先生からなんか変な目で見られた。え、おしんみたいな。はい、おしんですって言って、よくいろんな人にも好きなテレビはおしんですって聞かれたら言ってました。そう、そう、おしんはもう本当に、でもね、おしんはね、あの本当にね、あのいい子なの。いい子っていうか、あのおしんを見て頑張ろうって思ってたもん。頑張ろうって思ってたっていうか、ねこさ、おすん、おすんじゃない、おみん、おみんだよ、おみん、おーみん。あ、ごめん先生、ありがとうございます。ごめん先生はドラゴンボールが好きやけんね。あ、新しくしてよ私のそのアイコン。ダメ？それがいい？どうしてもそれじゃないとダメ？ちょっと新しい新アイコンにしてくださいよぜひ。ごめん先生がほら私のドラゴンボール、なんだ、カメハメハのね、スクショ撮って、これが新アイコンになるかどうか、ならないのか、さて。ああ、やばい、出てきそうマジで、どうしよう。やばい、力入れすぎてなんか気が溜まってきた気がする。気だけにね、気が溜まってきた気がする。はい、だって嬉しい。ごめんね、私の無茶ぶりっていうか気まぐれで変なこと言って。でもそのお水木がちょっと古すぎるけん、もっと新しいお水木にして。あー、ごめん、疲れすぎで、ちょっともう疲れすぎで狂ってきたわ。え、やばい、筋肉痛なるかも、ちょっと気ためすぎて。ガチ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 で、やばい、今こうしただけでここにちょっと力が入りすぎて、明日筋肉痛やわ。やっぱ明日誰かにさ、なんで筋肉痛なんって聞かれたら、ちょっと気ためすぎた、カメハメハの練習してって言わんといけんな。最新のみずきちゃんがこちらです。運動不足、運動不足だよ私は、運動不足だよ、知ってるよ、めちゃめちゃそう感じてるよ私だって。だって肩も痛いしさ、もうなんか、もうなんか全身が、全身がもうなんかおばちゃん化してる。壁にしてないから、してるから、してました。
ね。めんご先生って誰？めんご先生ねえ、ブリントさん、ブリントさんやん。ごめん先生がせっかく私のにしてくれたかと思ったら、めんご先生、ごめん先生、あらら、変わってないやん。ごめん先生は、ごめん先生は変わってなかった。めんご先生が、でもアイコン確かに可愛いな、可愛いなって。確かに前より可愛いんじゃない今の方が。ごめんねごめんねって、変える気ないやん。そっちがお気に入りですか。ごめん先生もおるよ、ごめん先生もおるし、めんご先生もおるさ。いろんな先生がおるよ、いろんな先生。何言ってるんですか。ねえ、めんごす、うごめ先生、うごめ先生もいるな。あ、嬉しい、レブさん、ありがとうございます。髪きれいだね、ありがとうございます。髪はね、そうかな、髪染めてからちょっとだけ傷んだんだけど、そろそろ黒髪にしようかなって思ってるとこです。ありがとうございます、髪きれいって。あ、コニーちゃん、ラブリーなコニーちゃんもありがとうございます。あー、ケンちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。いいんですよ、全然いいんですよ。黒髪ボブ、そうやろ、黒髪ボブも私も結構好きだったんだよ。わかる、誰さんがフォローしましたって、ありがとうございます。ほら、ありがとうございます。尾上瑞希です。21歳の双子座の双子ちゃん、好きなスポーツはサッカー、あとなんて言ってたっけ、いつも、やばい、咳出そう。なんかさ、咳出そうで出らんみたいな咳がめっちゃ多いっちゃうね最近。誰フォローしました、これ吉野里やな絶対。これ吉野里や、誰、じゃがいも、好きな食べ物はじゃがじゃがじゃが、じゃがいも、猫のおまわり、犬じゃなくて、なんで猫なの、猫のおまわりさん困ってしまって、にゃん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 、なんでにゃんにゃんなの。巻箱さん、こんばんは、フォローありがとうございます。尾上瑞希です、よろしくお願いします。ののかちゃんかわいい、おみずきちゃんだよこれは。っていうか、ののかちゃんって本当に天才だと思うんだけどさ、ののかちゃんってみんな知ってるよね、もちろん。ののかちゃんって天才だよ本当。だって私より歌上手だし、だってまだ3年しか生きてないんだよ、たった3年しか生きてないのにさ、歌も歌える、言葉も覚えて喋れる、礼儀も正しくて、おはようございますって言って、お、本物や。本物のごめん先生がアイコン書いてくれたら、うわ、ありがとうございます。最新お水着のカメハメハ。ののかちゃんのライバルで、私さ、ちょっと一個だけマウント取らせてほしい。ののかちゃんのライバル、なーちゃんでしょ、ふーちゃん来て、確かにね。え、私ね、なーちゃんのことずっと前からね注目してたんだよ。子役の子だよね、偽物だよあれ。違う、あなたが偽物なの、あなたが偽物で、聞いて聞いて、で、久保くん本当なの、本当だよ。私、なーちゃんの方はののかちゃんより前か分からんけど、ずっとインスタの、あのおすすめに出てくるんですよ。私がちびっこばっか見てるから、おすすめにちびっこがいっぱい出てくるの。その中にそのなーちゃんっていて、その人だよね、その人、その子だよね、マジで可愛くてずっと見てたの。久保マウント取られてる。そうなの、私これはねちょっと大物になってほしいわ。だって私めっちゃ子さんだもん、なーちゃんので。バスケ部はそれなーちゃんね、なーちゃん、あの子はなーちゃん、マジで可愛いんだよ。私ね見つけちゃったもんね。てかさ、なんかのドラマに出てて見つけたのかな、
そうドラマに出てたんですよ。めっちゃ可愛いと思ってたらポルポルちゃんは子さん、いや待って、私の方がポルポル子さん、えイルカさん、ポルポルさん、ポルポルちゃんのこと好きなの？寿司屋の話。そうだよそうだよ。ライチさんこんばんは。あマコニャン、マコニャンニャンもっといい時に写真撮ってよ。えそうそう、いやポルポルちゃんのコメントでイルカバズったもん。マジで？えじゃあ私の方が絶対勝つばい。だって今日のさトマト切る動画見てないやろ、まだ絶対見てないよ。私もうトマト、あのフワちゃんとミユちゃんがトマト切る動画もう見た、ほんとマジで可愛かった、今日も癒された。勝つばい、勝つ、見てないけどほら勝った、見て見て、マジで可愛いけん。今日はねお料理のお手伝いをしてた。レベルの低い、そんなこと言わないで、私はポルポルちゃんとなーちゃんでしかマウント取れないんだから。ポルポルちゃんとなーちゃんと私が好きなキッズ YouTuber の方で言ったら、えバズったコメントを探したいな。えちょっと待って、もうイルカさんと趣味が一緒すぎてやばい。ユニちゃんとミヤちゃん私マジで大好きだよ。っていうかそれはおのめけみんなが好き、あのユニね、ユニなんかもう自分の妹みたいな感じで呼んでるもんね。マジでユニかわいいって言ってもうユニのーっていうの、ユニのミーちゃんのユーちゃんのとか言って喧嘩してるのかわいすぎて、かわいすぎて、本当にマジでかわいいけん見てほしい。ユニちゃん最高、カニカマ食べたいってやつか。あヒロピーファミリーもフォローしてるよ。で私にちびっこファミリーはほとんど私結構制覇してるから。あとキリノチャンネルっていうのも好きですね。キリノチャンネルも好きだし、あとはあの飛ぶ前に飛べ、見る前に飛べやったっけ、ない的な見る前に飛べっていうゆうくんとおじいちゃんのYouTube も好き。そうみやちゃん最近喋れるようになってきたよねよしのりもかよしのりさん見なさそうなのに、そういうのちょっとギャップやね、ギャップ。私もね最近みやちゃん喋れるようになってきたなって思ってたところ、詳しいね、よく最近喋るんだよね、確かに上手に喋ってる。なんかさ見た目で判断しないでなんかさなんか成長見届けてる感じがめっちゃ楽しさね。みやちゃんとか最初本当に全然喋、なんかフワちゃんもそうやけど全然喋れんとに、喋れんやったとにどんどん喋れるようになって、フワちゃんとかマジで今日ミキちゃんって呼んでた、お母さんのことかわいいと思って、かわいい、いいな、私も自分がポルポルちゃん、ポルポル、ポルポルのミユちゃんやったら私も YouTuber なるとに迷わず、あんな可愛かったらね。確かに最初座っとっただけやったぞいね、確かにね。っていうかユニちゃんもそもそもそんなに喋っててなかったもんね最初。かわいいよね、やっぱちびっこって癒されるよねね、ポルポルちゃんはね本当に言葉のセンスが、言葉もやし、なんか頭の回転早いよね、わかる。ブリントさんになってるブリントさん本物やん、まだ遅くないですまだ遅くないですか。カニカマちょうだいって言ってバズる、私バズらんでしょバズらんでしょ、私がそんなこと言ったって。いや頭いいよねめっちゃ。あとゆうくんもだけど、あとあのキノコ TikTok で、あの名前なんだっけな、あのキノコ博士の子がいるんだよね、あの子もすごい頭いい。あとつーくんっていう子もすごい頭がいい、何に怒ってるのかわからん、びっくりしたごめんねなんか大輔さんびっくりさせたらなんか申し訳ないイルカさんならいいけど大輔さんびっくりさせたらなんか申し訳なくなってきた。
博士ちゃん出れるぜそのうち。博士ちゃんって何？博士って何？え？キノコに詳しいねちびっ子がいるんですよ。マジで可愛い。ひどい。可愛いんだよキノコの詳しい子。めっちゃ可愛い。イルカは気にしないでいい。気にしてるよイルカさんのこと。今日も元気かなって気にしててかさチョコミントさんどこ行ったの？イルカ何でもありだと思うなよ。実は繊細。可愛いかね。可愛いか。実は繊細って。可愛いとよね。チョコさんどこ行ったんだろう。あれ博士さんって言うんですか？博士ちゃん？博士ちゃんっていうの？知ってますよ。芦田愛菜ちゃんの番組。芦田愛菜ちゃんってさ何個下なんだろう私の。チョコさん全然見ない。え？でもフォロミーにはコメント来てたから元気って聞いてみよう。イルカに可愛いは逆に悪口。なんでよ。あ、わかった。ひゆかが戻ってきたからだ。受験から戻ってきたんじゃない？何もしてなくない。何もしてなくない。あら、なんでかな。うい。ツイッターには辛辣なリプくれるから元気だとは知ってる。あ、そんならいいや。元気ならオッケー。でもお水木の配信に来てくれるのは良くないですね。来てよ。大変ですねって。あ、ルフィさん、あ、初めて来てフォローしてくれてありがとうございます。尾上瑞希です。応援よろしくお願いします。フォローしましたって。そのアイコンはまさかサッカーが好きだな。あ、私もサッカー大好き。本当ですよ。なんか私がさ言うとさ何でも嘘っぽく感じられるんです。思われがちなんだけど、サッカー好きですって。私もサッカー10年やってました。特技はリフティング。本当です。違いません。小3からしてます。私小1からしてるよ。小1からしてる。仲間じゃん。もうちょっとマウント取ってしまった。2年で。私小1からやってたんですけど、中学生までしかやってないから。あー、ルフィさんの方が長くて草でしかない。15年間。私10年しかやってないんだもん。ごめんなさいマウント取って。そう、 TikTok にリフティング動画載せてるのでぜひ見に来てください。インスタと Twitter もやってるのでぜひ見に来てください。インスタもツイッターもティックトックもサッカー関係ちょいちょい載せてますよ。ツイッターはあんま載せてないけど、あ、ツイッターもでもサッカー J リーグ観戦行った時のとか載せてます、写真。あ、ゆうまさんこんばん。ティックトックは何で出ますか？あのね、ティックトックはね、インスタに一旦飛んでもらっていいですか？このアカウントから多分インスタ飛べるんですよ。でインスタのプロフィールに載せてるよね。それかもう TikTok で尾上瑞希って調べたら出てきます。アランザワールドね、もうできないかもしれない。もうできないかもしれない。怪しい誘導だよね俺ら。多分怪しい。怪しくない件飛んでみて。お願いお願い。インスタから行きましたって、ありがとうございます。インスタから行けるみたい。飛んでみて、インスタからビューンって。あ、そうそうそう、尾上瑞希。そうそう、サッカーボール尾上瑞希好き。ついでに全部フォローしといてください。ぜひお願いしますね。サッカーのお仕事なんか本当にやりたいんだよ。ネズミ講ですか？ネズミ講っていう言葉知っとるけどさ、私ネズミ講がどんなものかあんまよく分かってない。とりあえず違う、いろんなとこでリフティングしようぜ。とりあえずカバの前で。え？カバの前でしたらボール食べられるわ。
全部フォローしましたって。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そしたらいつでも毎日配信してるのでサッカートークしましょう。いやー、どこだって言った、ガンバファンですって。ガンバか、いいですね、ガンバはいいよ、ガンバはいいよ。そうでしたか、私ガンバか、私ビファーレンをしてるんだけど、でもガンバってあんまりそんななんかあれないかもしれない、ゆかりっていうかあんま縁がない気がする、そんな行ったことない、見に行ったことない気がする、あるかな、なんか知り合いがガンバサポーターっていう人もいないから。第1号ですね、ルフィさんがルフィさんがおみずきのガンバサポーター第1号、ガンバのことは何でも聞きますね、ルフィさんに。テンション下がってないよだって正直 J1 はさ、どこもそんな推してるとこないけん、ビファーレンはもうビファーレンはやけど、ビファーレンはもう激推しだけど、 J1 に関しては本当にどこもそんな推しっていうのはない。フロンターレじゃない、フロンターレ説 FC 東京でもない、どこも推してないんだよ、いろいろ見てる、いろいろ見てるけど、え、なんで FC 東京、あ、ベルディ、あ、東京におるけん、確かに東京におる、うん、ベルディでも、ベルディはダメよ、 J2 だから戦わないといけないからダメ、ベルディは。実はガンバ初代キャプテンと高校の同期、マジで、なんかオノッチさんの人脈やばいよね、すごすぎる。実はガンバ初初代キャプテンとか、すごいな、なんかオノッチさんって何者なんだろう。フロンターレじゃないの、ちゃうちゃうちゃう、サガントスでもない、あ、でもね、ちょっとだけサガントスは頑張れって思ってる、やっぱお隣だからね、長崎のサガントスは応援しちゃうよね、気持ちちょびっとだけ。でもどこもそんな、あ、でもアビスパとかかな、アビスパ福岡サガントスかな、そう、九州は応援してるけど、セレッソもガンバも普通ぐらい、そんなもうめっちゃ熱狂的なことはないです、他のとこはもう本当に九州だけ。浮気症でしょう私、どこ応援したらいいの、だからビファーレンだって、ビファーレン応援すればいいんですよね、木どっちさん。あ、宮崎もロアソン応援して、確かに確かにそうだな、熊本も応援しよう、あ、でも敵だからな、敵だからな、メッシはより、5時がひどいな今日疲れとっちゃないと、大分忘れないで、確かにトリニータも応援するわい、ちょっと離れとるもんね、宮崎大分鹿児島らへんは。おっと、会いましょうって、負けんばい、長崎負けんばい、トリニータ、トラウマや。サガントス、サガントス好き、とのっちさん。電車で行けるから。電車で行けるのいいな。行けない私そんな近くない。あ、つーさんこんばんは。ブースケさん、はじめまして、尾上みずきです。よろしくお願いします。イルカが押す、こうみんな卒業する。なんかそれ前言ってたな。ビファレの席に座ったロミちゃんに会いますよきっと、普通に角煮まんじゅう食べながらお母さんと応援してる、頑張れーって、頑張れーとか言わんけど普通にあーおーあーとか言って応援してる、長崎と戦うの怖いわ、楽しみ楽しみだね、
怖いよ。こっちだって。だってまだ一生もしてないんだよ。一生もないよ。怖いよ怖いよ。まあでも全然長いからね。これからだよ。そっか、おのちさん佐賀か。デスノートとかやれる。まだ2試合か。そうだよね、2試合か。始まったばっかりだよね。確かにそう言われるとな。確かに確かにそうだな。勝利の女神お水木、そうなりたいな。お七も欲しい。いいよ、イルカさんはお水木だけ押しとけばいいんですよ。お水木 FC を押してください。お水木 FC を押して。え、みーちゃんがスタジアム行ったらそりゃ勝つよ。負けたこともあるけど勝つ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 。弱小、そんなわけないじゃん。お水木 FC が大優勝だよ。お水木 FC が大優勝。本当に何おいチームできて、もう最近大輔さんがね、ビビ君のことかわいいかわいいって言って、そんな言ってる大輔さんがかわいいですよ一番大優勝かわいい。本当だよ。すなんて読むの、聖越ぞろいだぞ。え、 J0 だようちらJ0 じゃんうちら。 J2 とか J1 とかいうあれじゃないんだもん、うちらは J0。 聖鋭って言うんですね、 J0 もっと上のレベルだから。そうだよ。嬉しいな、おみちゃんの、おみちゃん、嬉しい。そんなビファレン、おでも確かにさ、ビファレンのさ結果とかみんな見てくれてるのすごい嬉しい。嬉しいな、もはやサッカーしてない説。そうだよ、 J0 はサッカーはもう引退してるの、みんな J0 になったらもう優雅に楽しむだけ配信をJ0 0ならレベル高いねって分かってくれる、木戸地さん分かってくれる J0 のすごさ。 J0 はカマチ FC、 まあカマチ FC には42勝0、0敗やったけどもう全然差にもならん、差にもならんじゃないなんて言いますっけ。そう、 J0 にはお水木 FC とカマチ FC 通る。42勝0敗でうちらカマチ FC には 無敗。リフティング3回しかできないけどレギュラーになれますか。もちろんです。コメントをしてくれる人はみんなお水木 FC のレギュラー。 J0 は別に20人でもスタメン OK だから。カマチ FC のスパイたくさんいそう。絶対いっぱいいるよいっぱいいるよ。でもいいんですよ別に、カマチ同じ顔してるから。対談したの、嘘ばっかり。コメントやめます。うわ、スタメンになりたいくせに。本当は試合中に寝まくりだろうな試合途中寝まくりだろうな。そうだよ、 J0 はそれでもありなんだよ。何そのルール。 J0 アメフトスタメン50人ちょいだからそこ目指します。え、確かにいいですね。お水木 FC アメフトに競技変更しよう競技変更や。あのてんてんてん、どうしたの、ごめん先生、どうしたの、どうしたの。あー、かまち FC だ。かまち FC のごめん先生がいる。でもかまち FC はいいんですよ全然。おのうえ FC、 お水木 FC とかまち FC はほぼ似たような感じだから似たような感じだから。っていうかさ、ゆきなにさ、ゆきなと私の LINE のさトーク見せたいぐらい意味わからんけんね。最近意味わからんトークすぎてもう既読無視した
なんか変な絵文字を送り合ってたんでしょう。もうキリなくて、キリなくて既読無視した。そう、信じられないぐらい気持ち悪いんだもん、絵文字ばっかり。変な絵文字が送ってきた。まあ私が送ったんだけどね、元はといえば。まあ確かによく既読無視します。私はママ好き FC です。ママ好き FC、 J0 じゃない、ママ好き FC は卒業して本性を表してきた。別に変わらないでしょ、ゆきな。前からあんな感じだよね。別に変わらんよ。既読無視は重罪。本当に話、トーク終わったら既読無視していいじゃん。ダメ？だって既読、え、だってさ、トーク終わってさ、どのタイミングでさ LINE が切れるのか全然わかんなくて、程よいとこで切ってる私は。ママ好き FC めっちゃ気になるって。いやー、気にならんでいいよ、スーホー、キャプテンスーホー、ママ好き FC のキャプテンスーホーくん。ヨシノリも既読無視多い。気が合うね。ヨシノリさん気合うね。イルカさんほぼ無視されるんです、無視されるんですかって。気のせい、気のせい、違うよ。イルカさんが既読無視でも追われるような文章を送ってるからだよ、きっと。いつも思うもん、これって既読無視で終わっていい文だよねって思っていつも無視するから。そういうことだよ。かっちゃんも既読無視する。配信見てるとついつい既読無視しちゃう時ある。まあいい、なんかよくない、ダメか。あ、しつこいからとか言われる。俺のせい。年俸いくらもらえますか？条件次第では退団します。年俸、年俸は500億ドル。500億ドル、メンヘラだもん。メンヘラ いるか、メンヘラはいるか。年俸なんて払うもんだろ。どういうこと？おみずきは無視しないけどね、ありがとう。そうだよ、500億ドル円だよ。何それ、億と円が、あ違う、ドルと円が。なんかさ、ロナウドのさ年俸、なんかこの間ニュースに載ってた。なん、いくらだったっけ。目が飛び出た。え、そんなお金持ちなの。てかそんなお金あって、逆に使い道わからんくないって思った。お金ありすぎたらさ、使い道なくな、わかんなくなっちゃうよね、きっと。だって全て手に入るでしょ。ね、何もなんか欲とかなくなりそうやね。そう、クリロナのロナウドね、100万ぐらいくれて。何したっさ、ロナウドに何したんですか。100万円もらえるようなことしてないやろ。え、132億。あのね、こないだね、ちか、あ、なんかね、お友達、私のお友達に BTS が好きなお友達がいたんだけど、いるんだけど、なんかBTS の方のなんか年俸、あ、ね、年収かなんかが出てたらしいよ、ニュースにね。それでなんか1時間時給いくらやみたいな計算しててめっちゃ面白かった。1分存在するだけでこれだけもらってるのかとか言って、すごかったよ、 BTS の方すごかった。そう、え、マジですごかったよ。いくらだったかな、なんかね、何億円って本当にもらっ、なんか、え、本当かな、でも嘘じゃない、本当なのかな。え、嘘とかじゃなくてさ、知らんじゃん、そんなん BTS の方しか知らないよね。起きてる時間、あ、確かに
確かに。そしたらさ、仕事しよるだけと、もう時間だけと思ったらさ、もっと高いんだよね、時給とか。そう、 BTS さんすごいよ。 BTS さん、 BTS さんはすごいよね。歌も上手だし、ダンスも上手なんですよ。あんまりそんな詳しくはないけど、なんかあの本当にね、名前とか本当に分かんないんだけど、そのだだだなんとかさんなんとかさんとか分かんないんだけど、その MV ミュージックビデオとか本当にね引き込まれる。なんか誰か誰とかも分からんでもね、あの見ハマるもんね。見ハマる、見ちゃうもん。あのダイナマイトとか、元メンバーです。脱退したの？1分10円、そんなことない、そんなことない。なんかさ、すごいんだよ。なんか顔とかもそうやけど、まあもちろんそうやけど、ダンスとか歌とか、なんかこうパフォーマンス力がやっぱね世界レベルですよね。ダイナマイトやろ、ダイナマイト。そう、初期面でしたってめっちゃおるやん。 BTS 初期面多すぎやあとなんか、あとなんだっけな、なんかね曲なんだっけな、ダイナマイトと、あとなんだっけ、なんだっけ、バターバターバター、あベターか、あバターでしたっけどっちだっけ、バターか、バターっていう曲もすごい。 MV 見た、何回も見た。ダイナマイトとかも名前出してくれたら覚えれるけどな。確かにネモハモも確かにそうやけど、ダンスとかパフォーマンス力がある人って本当にかっこいいですね。 AKB もそうだし、ギニュー特選隊ですね。なんでよ、イケメン、イケメンけど顔は全然覚えれてないな、全然わかんない。名前出してくれたらわかるわかるわかる、確かにかっこいいよね。相方とどっちがイケメンよ。相方イケメンじゃないもんだって。相方全くイケメンじゃない全くイケメンじゃない。誠とかイケメンになりたい。イケメンか、誰の顔が好み。え、顔、好きな芸能人の方とかいないんだよね私。誰かな。でもまあイケメンだなって思うけど、そんな好きっていう人おらんかもしれん。誰かな、好きな太っちょ、太っちょは好きです太っちょは好き。イルカさん詳しく。男性でやろ、女性やったらあれ、朝青龍さんも好きだよ、白鵬さんも好きだよ。俺も誰誰誰知らないんだけど、学ぶって誰、なんで女性ならあるのよ。え、女性ならおるよ、好きな人いっぱいいるよ、女性の芸能人の方。男性やったら誰かな、誰かな、ね、パッと思いつかん全然。ハミス、ハミスかっこいい、ほんとかっこいいですよね。愛するもんだ、マナブくん。思いつかんけどな、でも、嵐で言うと大野くん、私で言うと大野くんが好きかな。誰だろう、誰だろうね、誰か思いつかん。私の好きな芸能人の方とか思いつかん、そんな。みんなかっこいいけどね、誰かな、全然思いつかんくてやだ。なんかパッと言いたかったパッと言えたら、言えたらよかったけど、何でも出てこなかった、マジで
小栗旬さんはかっこいいけど、そんとなんかかっこいいけどさ、もうめっちゃ好きみたいな感じでもないしな。スマップだと、スマップだとね、キムタクさん、キムタクさん、ユカリンかわいい、成田涼くん、あー成田涼さんかっこいいよね。成田涼さんって合ってるよね、合ってるよね、合ってるよね。え、やばい、じゃあ似てる方いらっしゃいますよね。でも似てる方いらっしゃるんですよ、名前が似てる人がいっぱいいる。なんか流星さんとかもそうだけど、成田涼さんかっこいいよね、めっちゃ合ってるよね、合ってると思う。加藤涼さんはダンスが上手みたいな脳内が見えないのになんと。あー、浜辺美波さんは本当に可愛い、本当に可愛い。ひろしです。え、懐かしい、私の担任の先生ひろしだった。久保くんじゃん、久保ひろし、久保ひろしだったの。見らんといて、お茶飲むけ。めっちゃ飲んじゃった、もう半分以上ないわ。あ、福山さん大好きです、福山さんはもう大好きですよ。ひろし、みんなひろし好き、お水着のイケメンで名前がわからんかったとです。好きですよひろしさん、ひろしです、ひろしです、ひろしですね、ひろし先生じゃん。お水か、ガッキーよりおみちゃんの方が可愛いね。それはさ、嬉しすぎ嬉しすぎ。じゃあタッチやとどっちだ、どっちよね、そんなんさむずすぎやろ、どっちやどっちか区別つかない、ごめんなさい、全然区別つかない。何、知らない私それ。点をつける前の藤岡さんが大好きなので。え、どういうこと、わかんない。お水着は買ってるよって、たこややろ、たこやって言うんですか、なんか太って見えるの、お水を飲みすぎか。ザ・タッチの方ってたこやさんって言うんですか。あ、和也さんとたこやさんなんだ。へえ。最近はキャンプばかりしてるとです。和也の方が絶対エロい、変わらんやろ、毎日それ言ってない。そうだよ、毎日太ってるんだもん。アジの開きお水木とピーコならどっちが好き。うーん、あ、お水木じゃない、おすぎさんね、おすぎさんねわからんわ、どっちをそんなそんなどっちとか選べんよ、お水木かと思った。マジで今本当にお水着って呼んだ、呼ん思った、おすぎさんね、いい勝負。お水着とピーコ、ユンダンプ、ユンユンダユンボダンプとザタッチどっちが好き。え、ユンボダンプさんわかんない。お水着とピーコ悩む悩まんでお水着だろう、そこは。ペイとパーコはどっちがピンク？ペイだよ。あ、かっちゃんや。どっちもピンク。またかっちゃん谷口さんになってから許可取ったの？許可取ってないやろ。ピーコも捨てがたい。どっちもだろ。どっちもなの？ははじゃないよ。ははじゃ。あっという間に00時だ。伸び伸びたみたいな感じで言ったけど、マジであっという間の00時ですよ。やばい、あっという間に過ぎちゃった。ハッピーニューイヤーっていうか今日から3月だった。皆さん3月も1ヶ月どうぞよろしくお願いしまーす。ね、ありがとうございます、ありがとうございます。T
ティアラありがとうございます。よーゆしのりさん、ゆしのりさんありがとうございます。ありがティアラありがとうございます。確かに今日はもう2日なんですけど、2日なんだけど、3月もどうぞよろしくお願いします。3月も楽しみましょう。楽しむぞー、楽しむぞー、楽しむぞー。ミニの日、確かに全然ミニなこと何にもないんだけど、やばい眠たくなってきた。ちょうど00時過ぎたら、みんな明日でイベントは、明後日でイベント終わっちゃうけど楽しみます。そう3月も楽しみましょう。あと少しだね、イベントもあっという間の1週間だったな。早いね、早かったわ。美人局ですがよろしくお願いします。楽しかったな、早かったね。あと2日頑張ろう、最後まで諦めずに。ふんふん、じゃあ皆さん明日も一日元気に頑張りましょう。私は何ですか、つつ持たせてつつ持たせて何ねえ、分からんこと言わんで。明日は、私は明日はじゃなくて今日はちょっと寝不足なので早く寝ます。つつ持たせて読まない美人曲、美人曲や、美人曲。寝るんかい、寝るよ。もう眠くて眠くてもうお風呂入らずに寝たいぐらいけど、それはちょっとベッドに入らんでんくなってしまうけんか、お風呂に入ります。今からお曲し、お曲つつ持たせ、持たせ、おもたせ明日5時起きなのに。あー配信見てくれてありがとうございます。そしたらお風呂入るたんといけんけん、お風呂入らんといけんけん。私じゃあランキング見まーす。第1位に輝いたのはこの方、テラリ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 ランロロン、キャンチョメー、ありがとうございます。よしのりさんありがとうございます。第2位サッタンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。第3位おのちさん、待ってたよ久しぶりありがとうございます。第4位ジョニーさん、ありがとうございます。第5位マーキーバー、あカジノ本店さんや、ありがとうございます。カジノ本店さんありがとうございます。第6位プリントさん、なんだっけゴンメ先生、なんだっけゴンメ先生や、ありがとうございます。第7位ゆいちろうさん、ありがとうございます、ありがとうございます。第8位ゆうまさん、第9位くぼくん、ありがとうございます。第9位きどっちさん、ありがとうございます。第11位もっくん、ありがとうございます。第12位せたんかさん、ありがとうございます。そして第13位ごめん先生、アイコンありがとう、ありがとうございました。そしたら皆さんも12時超えて眠なんで、なんでこのタイミングなの？イルカさん、また間違えたとか言っちゃろう。ありがとうございます。おかありがとうございます。イルカさんがはっはーとか言ってんだけど、ありがとうございます。イルカさん読み終わったから、ありがとうございます。まさかイルカさんは何位になったら、3位だ。第3位。イルカさん、梅子先生ありがとうございます。イルカさんの優しさにも涙出てきた。
みーちゃんいいのにありがとうって、またかっこいい言葉言ってからかっこよかね、ありがとうございます。ええやばくない、これで1位になったじゃないよ、ありがとうございます、ウォーカーありがとうございます、かっこいいって1位だ、ありがとうございます、ゆるかさん、なんかかっこよかね、ありがとうございます、表面イケメン、表面イケメンって、今日は記念日だ、めったに投げないので、ありがとうございます、海よりも深い心、確かにさすがイルカ、イルカだ、イルカってそのイルカじゃないよ、海のイルカだよ、イルカさんのこと呼び捨てしたことないけん、一回も、明日死ぬのって、豚よりも美味しい肉めっちゃ今褒められとったとになんかいいことあったみたい、いいことあったさ、6日まで生きる、6日、3月6日、はい、呼び捨てされまくしてまくってます、してしまくってます、いいことあったんですか、なんかいいことあったと、え、そうね、いいことあったかもって、おめでとうございます、午前0時を過ぎたら、全然関係ない歌を歌ったところで、皆さんおやすみなさい、おつおみ、おつ、おつしゅん、おつしゅん、おやすみみんな、ゆうかさんすごい、おやすみなさいみんな、まったね、お水木は眠すぎてもう目がほぼ見えてない、大嘘です、おやすみなさいみんな、明日も元気に頑張るぞ、えいえい、おー。